後藤明は、日本の実業家。東急建設株式会社代表取締役社長。東京急行電鉄株式会社取締役を、務めた。東京都出身。東京都世田谷区上野家に在住した。東急株式会社の事実上の創業者、後藤慶太の孫。後藤家三代目。1948年7月21日、後藤登の長男として生まれる。 母は、久原ふさのすけの娘久美子。アキラが6歳の頃、父のボルが、東京急行電鉄の代表取締役社長に就任。アキラは、1973年に、東京工業大学工学武器開工学科を卒業し、父の後継者となるべく、ホンダ技研工業株式会社に入社。ホンダ総一郎の経営哲学を反としていた父の意向によるものであった。 その後、東急グループの東急建設株式会社に入社。1983年5月には、同社専務取締役に就任し、同年6月には、東京急行電鉄取締役にも就任し、父の後継者としての道を歩むことになる。1986年12月、東急建設代表取締役副社長に承認し、周囲から、時代の東急グループのリーダーに、 との声もあったその一方で、日本を代表する規模にまで成長した巨大企業グループのリーダーとしての企量に欠けるという指摘もあったという。1989年3月20日に父のが死去する。昇の,の死後、東急グループは専門経営者の集団指導体制に移った。アキラの東急本社の社長就任は棚上げになるものの、昇より、 アキラのことを含めグループ経営の工事を託された横田二郎東急社長らの計らいにより、1990年6月、アキラは東急建設の代表取締役社長に就任。しかし、父の後ろ盾を失ったことに加え、バブル経済の崩壊による東急グループの経営危機がアキラに追い打ちをかける。不動産投資で巨額の不良債権を抱えた東急建設は、 倒産寸前に追い込まれ、急速に業績が悪化。東急本社の緊急の財政支援で乗り切る一方、1998年12月、アキラは、東急建設の代表取締役社長を隕石辞任する。その後は、東急電鉄の取締役を継続して務めたが、調査役という感触に甘んじることとなる。東急本社も、巨額の不良債権を抱え、 厳しい経営を強いられており、父、ノボルの歴代後継社長たちも、アキラを東急本社の社長に推挙する者はいなかった。アキラが就任した調査役は一種の名誉職であり、対外活動などを主務としていたため、経済同友会の会合には頻繁に出席していたという。晩年は日本実業団陸上競技連合の会長等も務めていた。 2007年12月16日、全日本実業団対抗女子、駅伝開開式出席のために宿泊した岐阜市内のホテルで休止する、59歳没、東京都世田谷区、上野毛、ありがとうございます。